こんにちは、ネモです。パワプロアプリやっていきます。今回は、この祝賀会パワプロ人気投票記念の大ガチャ10連やりたいと思います。いや、SR 確定のガチャ、しかも、復刻キャラですね、限定キャラの。復刻がなされていますと。で、今回、復刻したのが下の方に、あ、こっちじゃないですね。ちょっと待ってください。あら。どっかいたと思うんだけど、ここかな？いや、違うな。こっちかな？はい、違う。ちょっと待ってください。あ、いた。ここの、何キャラになるんだろうな。結構な数のキャラいますね、と。で、あつ森くん。胸圧シュート、ドクター K。全部僕がぶち込んだやつですね。ミキサーに。まだ僕のぶち込みミキサー回を、見られていない方はぜひ過去の概要欄から見ていただければと思います。で、アバターオリジナル九種、アラシマルのアンドロメダバージョン、クロスキャノンと鉄腕、ヤッシュなら伝説のさよなら男と鉄人、で、アルビンなミラージュナックル変幻自在、暗黒スバル、ダークネビュラ、内無双、一ノ瀬先輩がミスターゼロか精密機械、アンドロメダの大西ミスターゼロか、勝負師、神楽坂、驚異の切れ味、アミタカドクター K、木村美香ちゃん。木村美香ちゃん実は結構強くなってましたね。僕も、いつか知り合いの方々と遊びで使ったんですが、結構強かったです。ストソーと左キラー。清本がアーチ。クオンが強心臓。クレバが精密機械。スザク、これスザク結構欲しいですね。出るんだったら。怪物9位か、脅威の切れ味、ヤシなら入魂。で、鈴風ロゼルージュ、タケノン、高速ベラン、左キラー、蝶の変幻自在、波風、大番狂わせ、新島、内閣室座、二宮、司令塔、初の、鉄壁、ベスト層、鉄腕。で、北斗も、布告してますね。ド根性、鉄人。で、愛護、精神的シュート。いうことで、もうほぼほぼ全員かな、復刻がなされていますと。で、今回のガチャは、初回と5回目ですね。SR が必ず1枚出るガチャになっています。プラスおまけで人気投票券が、手に入ります。20枚ですね。で、チャレンジ系もなんかあるのかな？もしかして。で、2回目から4回目は PR、SR、PSR の、ごめんなさい。PR 以上のイベキャラが確定で、6回目以降は PR 以上のイベキャラが必ず出現と。いうガチャになっているみたいですと。で、ちょっと待ってください。チャレンジ何枚手に入れなきゃいけないんだ。チャレンジ多分追加されてると思うんですけどね。で、ほう。ドラ1の選手5人。コンシー、スタシー、なるほど。多分、次々とまた、チャレンジが追加されていくタイプなのかなと思います。ちょっとわかんないですけどね。はい。というわけで、行きましょうか。何が欲しい？スザクか、あ、神高とか出ないかなっていう感じではありますね。いや、SR 確定って分かってるといいですね。さあ、行きましょうか。キラーン。ないか。あ、1枚か。なはははあーへ。鮫島先輩。ちょ、待って。内容ひどくないか。蝶野の PR と、あと全部 R、はい。見事な爆死でしたと。で、まあ、こんなもんだと思いますね。まあ、復刻キャラが全員、まあ、戻ってきたっていうのはありますが、さすがにキャラの数結構増えてるんでね。うわ、くそー。鮫島先輩と。昔よく使ってましたね。かなり強いキャラだと思います。流しさよなら逆境ヘッドスラー。で、一級入魂かな。で、初強化が高いテーブルですね。本当に僕も昔使ってましたね。SG の時代も、この鮫島さんを連れて、当時、まあ自分の中でかなり強いなという選手も作っていた記憶があります。いやー。じゃあ軽く談笑しましょうか。パワプロの
人気投票がまた始まりましたねと。で、今のガチャでもおまけで投票券もらえたと思います。で、遊び方はこちらと。で、サクセスクリアで投票券が1枚もらえますと。で、1枚もらって、見事1位に輝いたイベキャラは別バージョンのイベキャラ制作と、逆に下位20名ですか。結構一気に削れますね。20名は、排出停止となりますと。で、そうだな、フルナがね、戻ってきてくれないかなって感じですね。で、なので、20枚が結構だな。で、追加で1枚取得できるサクセスの曜日ということで、ボーナスシナリオ、月火水木金土日の、指定の高校でサクセスすると、より、もらえるのかな？人気投票券が。見ると波動をとにかくやってれば2枚もらえそうな感じですね。で、お、あなたが投票した投票数に応じて報酬をゲット。なるほど。1位になったイベキャラの別バージョン SR プラス1。これ結構でかいっすね。ストアメダルももらえるし。あー、そうなんだ。でも300票ってきついな。2枚だろ、1サクセス。あ、これガチャルしかないやつか。ガチャルしかないやつか、もしかして。うわ、どうしよう。これで別バージョンのイベキャラが微妙だった時の、この悲しい感じね。どうしようかな。うん、これはぜひぜひ皆さん。僕はこうします。私はこうします。意見ください。これ10連で20枚ですからね。300枚手に入れようとしたら150連だからな、あれ。うわー。うわー、鬼ガチャしちゃったからな。ちょっとな。この後のガチャもすごそうだしな。ちょっと迷いますね。2票。うわー。サクセスしてらんないな、そんなに。2かけだからな。2×150。ちょっときついっすね。で、ガチャの詳細はこちら。うん。やっぱ20枚ですね。20枚じゃきついな。しかも20枚どころか11枚になってるぞ。2回目から。うわぁ。うわ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 。あれ？記念賞ガチャの方は5枚。あ、初回が5枚なのね。で、2回目以降が1枚。あ、じゃあ、賞ガチャ1回引いてもいいのかな？っていう感じはしますね。うわ、きつっ。150連どこじゃないじゃんかって感じですね。やばい。やばいぞ、これ。でも別バージョンのイベキャラの SR って結構でかいですからね。うん。しかも PR も入ると。これはちょっと迷いますね。そそられますね。はい。で、そうか。ちょうどこの団結ヒーローズのバナーも見えたので、結果だけお伝えしておきますと、僕10何枚ぐらいでしたと全くやる時間がなかったですね。で、他。そうですね。他なんかあるかな？今のところは本当に新しく来たこのパワプロの人気投票の話ぐらいかなと思ってます。で、この、碇進むくんから、最近だとバンプ高校かな？の、ミサちゃんまで、好きなキャラに投票をしていって、300票を入れると、別バージョンのイベキャラの SR が手に入るようです。これを、まあ、どう考えるかですよね。本当に。別バージョンってなんか、チア説で詐欺にあった感じだったからな。なんか、なんとも踏み出せないですね。くそー、どうすっかな。いや、欲しいけどなーっていう感じですね。今のところは何とも言えないところだと思います。で、そうだな。誰の別バージョン欲しいかな。なんか、旧キャラで救われて欲しいキャラがいいですね。友沢とか山口とか。その辺が、やっぱパワープロファンとしては、もうちょっと盛り上がって欲しいところではありますね。あと、誰だろうな。別バージョン。なんか、ものすごい強いキャラがさらに強くなったりとかもして欲しいですね。誰がいいかな、例えば。内藤メールちゃんとか。メールちゃん。いやー、ちょっとメールちゃん頼むわ、マジで。出てきて。
玉三郎とかもいるんですね、一応。うん。まあ、そんなところかな。そんなところだな。皆さんは、どのパワプロキャラに投票されるんでしょうか。このあたりも、コメント欄で、教えていただければ嬉しいです。いやー、ガチャ、鮫島かということでね、今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、ツイッターのアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。